はい。ねえ。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。あの神軍派が合流会と手を組んだとなれば、また多くの血が流れることは避けられないね。とにかく一刻も早く合田会長の居場所を突き止めることです。杯さえ交わせば奴らの動きは封じられる。おい、何者だあいつら。どうなってんだ。
合流会の連中か。そこどかんかいボケ。またお会いしましたな、キルハン。ここから先は一歩も通さない。今日はリュウジさんもおらへん。ナンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいます。やれや。葬儀の日に殴り込むとはどういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多てかなわんわ。やめ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうたんや。ほんますまんことしたの。どの面下げてきたんだ。寺田藩には昔よう世話になったさかい、証拠をさせてもらいに来たんや。おめえの証拠など受けられねえ。とっとと帰れ。さっきからおっかない顔しとるけど、あんた何者や。若頭代行の柏木だ。ほんまでっか。わしはてっきり葬儀屋のおっさんかと思ってました。まあ人手不足の東条会さんならしゃあないかもしれませんな。死んだ会長はよそ様の組からヘッドハンティング、会長代行は未亡人のオーバーハン。こないな組と喧嘩してると思うとチートばかり投げてきます。寺田会長ぶっ殺したんはてめえの仕業だろうが。おお兄ちゃん、この前の勢いはどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺してやる。合田会長はどこにいるんだ。空気のええところでゆっくり休んでもらってます。目的は杯を阻止するためか。せえ。天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯交わすなんぞ、バランスが取れへんやろ。てめえ喧嘩売りに来たのか。ちゃいますねんちゃいますねん。今日はほんまに寺田藩を弔うつもりで来ただけです。それにわしも人の子や。厳粛な葬儀の場でドンパチやるほどアホちゃいます。
香典です。お納めください。合流会の金など受け取れん。登場会は1年前にタガが100億のことでうちはもめしとったやないですか。銭に困っとるんなら素直に受け取った方がよろしい。こんな子供じみた挑発をして近江連合の6代目を継げると思ってんのかい。あんたが会長代行やな。合田会長の気持ちを思うと胸が痛くなるよ。何が言いたいんや、オーバーハン。親はね、どんなに出来の悪い子供でも可愛いもんなのさ。けどね、これだけ筋違いのことをされちゃ血のつながった親としては死ぬほど情けないはずだ。わしと親父は血などつながっておらんな。え？せやから親の情なんかあれへん。あるのはお互いに憎しみの感情だけ。あんたも大変やな。出しゃばりなおかん持って。てめえ、今日はもうお遊びはなし。お邪魔なようやし、そろそろおいとまさせてもらいます。そうやな。3日やな。3日。ええ、わしらもその間は喪に服させてもらいます。せやから3日後再選と行きましょう。再選だと。そうや、もうこれ以上ごちゃごちゃせんと一気に片付けましょうや。カムロ町に血の雨降らせたります。せやけどうちには礼儀知らずのおっさんがおるからの。多分今頃カムロ町のどこぞで派手なパフォーマンスを繰り広げとるはずや。礼儀知らず誰だ。戦国や。戦国。ねえ。ああ。うん？うん。